ジェレミー・マク・グラス。ジェレミー・マク・グラスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンフランシスコ出身のモーターサイクルモトクロスライダー。アマ・スーパークロス250クラス7回のチャンピオンで、史上最多の72勝を誇り、スーパークロス史上最高のライダーと言われている。アマ・モトクロス1回のチャンピオン。愛称は、MC、ショータイム。一旦はモトクロスから引退したものの、 近年はアマスーパークロスにスポット参戦している。その他にもスーパーアモトや X ゲームズのステップアップやレーシングにも出場している。1991年1992年にピークプロサーキットホンダより参戦し、スーパークロスのルーキークラスである 125cc クラスにックチャンピオンとなる。1993年にホンダワークスより、 最高峰クラスの 250cc へ参戦。第3戦の初優勝からの4連勝など多くの勝ち星を挙げチャンピオン獲得。1996年まで同チームに在籍し、4年連続チャンピオンとなる。ホンダでの最後の年となる1996年には、全15戦のシリーズで第14戦にジェフ・エミックに敗れて2位になった以外のレースを全勝した。 マクグラスはスーパークロスでの偉大な成績とは対照的にアウトドアレースではトップライダーとは見られていなかったが1995年にはアマモトクロス 250cc クラスでチャンピオンとなる1997年に鈴木ワークスへ移籍する1982年のマーク・バーネット以来の鈴木でのタイトル獲得を期待されたがシーズン2勝にとどまり ジェフ・エミックに次ぐランキング2となる。1998年はプライベートチームのチームシャパラルへ移籍し、ヤマハワークスマシンの供給を受ける。同年よりシャパラル・ヤマハでスーパークロスで3年連続チャンピオン獲得。ア本モトクロスでは手首の怪我により低迷。1999年よりスーパークロスのみのフル参戦となる。2001年は開幕戦と、 第3戦で優勝したものの、残り14レースすべてを、リッキー・カーマイケルが優勝し、ランキング2位。2002年は、カーマイケル、デビッド・ビーラマンに次ぐランキング3位。2003年は、KTM と契約し、スーパークロス参戦の予定だったが、開幕前に引退。2005年より、ホンダワークスより、地元イベントのスポット参戦している。nacnac.com。 ありがとうございます。